こんばんは、しおちゃんのお時間です。秋に脂が乗って美味しくなることから、秋の味覚の代表として人気があるサンマですが、市場に出回っているのは全て天然物で、養殖されているものはありません。これはサンマの養殖が難しいことにあります。そこで今回はサンマの生態を見ていくとともに、養殖が難しい理由と、そして現在行われている養殖の試みについて解説していきたいと思います。しおちゃんでは生物について解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。サンマは脱目、脱浄化、サンマ科、サンマ属に分類される海に住む硬骨魚の一種です。体が平たくて細長く、両顎は細く尖り、下顎の先端は黄色くなっています。この色は水揚げ後、日が経つにつれて茶色に変化します。サンマの泳ぎ方は蛇のようにくねるようで特徴的です。北太平洋に広く生息し、日本海を含む日本近海からアメリカ大陸沿岸のアラスカおよびメキシコまでの海域に分布しています。サンマが秋に旬を迎えるのはその生態に理由があります。日本近海の群れは太平洋側では黒潮の暖流域で孵化し、春から夏にかけて餌となるプランクトンを食べながら海流と共に北上します。そして成魚となり、餌をたくさん食べて脂の乗ったサンマは秋に産卵のために寒流、親潮に乗って東北、関東沖を通過し、近畿、九州沖までに南下します。日本海側でも同様に、山口県沖の対馬海流の暖流域で産卵し、新潟県沖など日本列島を囲むように南下を行います。この時がサンマの漁獲シーズンとなるのです。このように季節によって広い範囲を回遊する魚として知られていますが、回遊経路はまだ十分には解明されていません。2008年には35万トンもサンマが漁獲されており、この時が漁獲量のピークでした。ところがその後どんどん減り、ここ最近は1950年以降の最低を更新しています。国の研究機関水産研究教育機構の見通しによると、2023年の来遊するサンマの量は94万トンと、2022年と同じ程度の低い水準にとどまる上、日本近海に来るサンマはほとんどなく、漁場はより遠くになるとされています。水産庁は燃料価格が高騰する中、遠い漁場での操業は採算が取れないと判断する漁業者も増えているとして、深刻な不漁が続くサンマの2023年の漁獲量の見通しを、過去最低だった2022年と同じおよそ1万8000トンにとどまると見込んでいます。このようにサンマの漁獲量は15年でほぼ20分の1になってしまいました。またスーパーなどに並ぶサンマの大きさについても、去年を上回るものの引き続き小ぶりなものが中心になるとしています。価格についても高騰しています。総務省統計局の小売物価統計調査に基づくデータによると、2019年の11月は全国平均価格が113円だったのに対し、2020年11月は138円、2021年11月は164円となっています。このため養殖のサンマが市場に出回ればいいのですが、現在のところ困難だとされています。サンマが商業用に養殖されていない理由として、サンマの飼育が難しいことが挙げられます。そもそも彼らの鱗は剥がれやすく、皮膚も傷つきやすいため、その際に傷を負ったサンマはほとんど回復することなく死んでしまうので、生存したままでの捕獲が極めて困難です。うまく生きたまま捕らえることができ、水槽で飼育したとしても光や音などの刺激に敏感なため、驚いて暴れ、水槽の壁にぶつかって傷つき、それが原因で死んでしまいます。彼らは外敵から身を守るために周囲の環境に対して警戒心が強いのです。そして群れで泳ぐ魚のため、一度他の魚が暴れると群れ全体がパニックを起こしてしまいます。またサンマは産卵や孵化に必要な条件が複雑で、まだよく分かっていないため、安定的な繁殖が困難でもあります。サンマは海域によって産卵時期が異なり、一定の大きさを超え成熟した個体が産卵しますが、年2回のピークを持った産卵とする説と、冬を産卵期とする説があり、これはまだ解明されていません。また
一度にすべての卵を産卵するのか、あるいは複数回に分けて産卵するのかなども不明です。このように生態がよくわからないため、幼魚の時の餌や水温や光の加減もよくわかっていませんでした。そしてサンマの養殖が難しいのは、単価が安く養殖にかかるコストとのバランスが悪いためでもあります。サンマの養殖には水槽や餌などの設備や資材が必要で、高い投資と運営費がかかるため採算性が低いのです。ただ現在このサンマの養殖を試みている水族館があります。福島県いわき市の水族館アクアマリン福島はサンマの飼育に力を入れていて、2000年7月の開館当初から常設展示用飼育をしてきました。先述したようにサンマは傷つきやすいため、成魚を生きたまま水族館へ持ち帰ることはほとんどできないので、同水族館では定置網に入ったサンマの稚魚を水ごとすくって採集したり、サンマが卵を産みつける流れ藻を探したりして卵を入手しています。東日本大震災により予備飼育施設水生生物保全センターが被災したことにより2012年8月に展示を中止しましたが、2013年5月には展示が再開されています。飼育当初1000匹いたサンマですが、やはり飼育は難しく30匹にまで減少した時期があります。しかし水槽全体を黒いカーテンで覆って光の変化を極力なくし、水槽内に水流をつけて安定した遊泳ができるなどの工夫を凝らしたところ、成魚まで飼育することに成功しました。こうして水族館は北里大学など国内の3つの大学や研究機関と連携してチームを作り、世界初となる本格的なサンマの養殖技術の基礎研究に乗り出したのです。水族館が研究材料となるサンマを安定的に供給し、効率の良い飼育数を考え、北里大学などは自然界で餌としているプランクトンに着目し、養殖に適した餌の開発をしました。また水温を調節することでサンマの産卵時期をコントロールするほか、人工の産卵床に産ませた結果、世界で初めてサンマの水槽内繁殖に成功したのです。現在までに卵から育てた個体を成長させ、それを産卵させることを繰り返し、8世代まで継続してサンマを繁殖させることができています。ちなみにこのように何世代にもわたって繁殖させることをルイダイ産卵と言います。今後サンマ養殖の商業化が実現し、不漁に悩む秋の食卓を救ってくれることが期待されます。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。